あんたの荷物、捨てといたから、出て行け。この家は私たち夫婦がもらったから。お姉さん、こんばんは。どういうことですか？私の荷物を全部捨てたっていうのは？これで理解できないとか頭悪すぎ。あんたの実家は私たち夫婦がもらい受けるの。だから、無収入な無職は邪魔だから出てって。急に、どうしたんですか？状況が読めないのですが、今、私の実家にいるんですか？そういうこと。あんたが旅行に出かけてるって聞いたからさ、ちょうどいいやと思って、下見しに来た。あんたの部屋は今週末から私の部屋になるから。いやいや、待ってくださいよ。そんなこと急に言われても困ります。ってことは、私の部屋に勝手に入ったんですか？そうだよ。義士なんだから別にいいでしょ？見られたら嫌なものなんてあったの？そういう問題じゃないですよね。人の部屋に勝手に入るなんて非常識すぎます。部屋の鍵開いてたし、入っていいってことでしょ？実家の部屋ですよ。わざわざ部屋の外から鍵なんてかけませんよ。大体どうやって家に入ったんですか？普通にあんたの両親が家に入れてくれたよ。これから一緒に住もうと思ってって適当なこと言ったら喜んで招き入れてくれた。そうですか。というか私の荷物はどうしたんですか？捨てたって冗談ですよね。こんなしょうもない冗談言うはずないでしょ。本当に捨てちゃったよ。どうせ全部ガラクタみたいなものだったし別に気にしないよね。え？それは本当にまずいです。私のものだけならまだしも、人から預かってるものだってあるんですよ。そんなこと書いてなかったけど。大切なものなら、わかるようにしといてもらわないと。いや、私の部屋に置いてあるものですよね。まさかお姉さんがこんなに非常識だとは思わなかったし、自分の部屋にあるものにマークなんてつけませんよ。管理が甘かったせいね。自分のせいだから私のこと責めないでよ。どう考えてもそちらが意味のわからないこと言ってますよね。ありえないです。そんなにまずい？あ、そっか。ニートだもんね。実家から追い出されたら生きていけないか。そりゃまずいよね。いや、だからずっと前から言ってますよね。私は在宅ワークをしてるんですって。だからニートじゃないです。収入はしっかりありますから。そんなみすぼらしい言い訳よしてよ。在宅ワークって自宅警備員って意味でしょ？結局ニートと一緒じゃん。違いますよ。しっかり企業で働いてます。家で仕事をしているだけです。パソコンで仕事ができるから家にいていいんです。へえ、フリーランスってやつ？あんたなんかにそんな凄そうなことできんの？あんた高卒って言ってたよね。フリーランスのように働いてますけど、在宅ワークなだけで普通に企業の社員です。高卒なのが関係ありますか？あんたが何してようとどうでもいいんだけどさ、高卒ってことはバカじゃん。あんたみたいなバカが会社にも通わず家で仕事なんてできるわけないよね。はい？だからさっきから聞いてますか？私は企業の仕事を在宅でしてるんです。高卒かどうかは関係ありません。だからさ、そんな嘘バレバレだから。あんたみたいな高卒が在宅ワークなんて難しそうなことはできるわけないでしょ？在宅ワークを何だと思ってるんですか？仕事できる人は家で仕事していいよっていうルールみたいなやつでしょ？あんたじゃ無理無理。ああ、そういう認識なんですね。まあ、お姉さんは仕事してないですもんね。よくわからなくても当然か。だって私働く必要ないし、結婚した男が幸いいい企業で働いてたからさ、私は一生専業主婦をします。そうですか。兄のこと過信すると痛い目に遭いますよ。一応自分で仕事した方がいいと思いますけど。はあ？それ専業主婦に対する妬み？なんでそうなるんですか。まあ、妬みたくなるよね。あんたは親のすねかじって生きてた30代だし、これから自分一人で生きていくのしんどいもんね。発想力が随分豊かですね。でも、本当に私のことを追い出していいんですか？これから両親の世話もしなくちゃいけないんですよ。
大丈夫に決まってるでしょ。夫の収入があれば家政婦も雇えるだろうし、老後は金出して老人ホームに入ってもらうから。兄はそれ知ってるんですか？これから言う。今同居する部屋をちょうど探してたのよ。だからサプライズで喜ばせようと思って。へえ、兄は喜ぶんでしょうか？そりゃ喜ぶでしょう。両親と住めば大きい家がもらえるわけだし、マイホームが欲しいねって話してたの。そうなんですね。だからあんたは邪魔者なのよ。30過ぎて在宅ワークとか恥ずかしくないわけ？独身ニートはこの家からさっさと出て行け。じゃあ、出て行きますね。でも最後に親に挨拶だけしたいので、あさって一度だけ帰りますね。そういうところは律儀なんだね。急げよニート。私は今週末に荷物まとめて本格的に入居するから、それまでには出て行っといて。わかりました。あんたみたいなクズニートとはこれで縁を切るから、泣いて戻ってきても入れてやんないから、よろしく。はいはい。秋広、久しぶり。元気にしてる？おぉ、姉ちゃんじゃん。久しぶりだな。こっちは元気だよ。突然どうしたの？ちょっとご報告。私、この度、正式に実家を出ることになりました。え？マジ？何があったの？両親は大丈夫なのかよ？お兄ちゃんの奥さんに、私の部屋を突然占拠されてさ。荷物も全部、私が留守の間に勝手に捨てられてた。あ？なんだよそれ、非常識にも程があるだろ。ほんとだよね。で、今週末には引っ越してくるんだってさ。だから私は出て行けって言われた。そりゃ災難だな。そしたら両親は兄夫婦が引き取るってわけ？そうなるよね。私はもう知らない。そうだな。そんなに勝手なことされてるんだし。姉ちゃん、今までお疲れ様。俺が海外勤務になっちゃったから苦労かけたよな。それは仕方ないじゃん。両親の世話は大変だったけど、やっと一人になれるし。兄嫁にはもはや感謝だよ。まあそうだな。だから秋広が帰国してももう実家は気にしないで。これからは兄夫婦が何とかしてくれるらしいから。おお、気にしないよ。これから兄貴すげえ苦労するんだろうな。でも、あいつ昔俺たちのこと散々見下してきたし、助ける義理はないけど。そう思うよね。だから私も心置きなく実家を出られるよ。勝手に苦労しやがれって。ちょっとマヤさん、この置き手紙はどういうこと？おはようございます。ずいぶん朝早いですね。もう引っ越してるんですか？さっさと引っ越し済ませたかったの。だから家に来てみたら、何よこの置き手紙は。冗談よね？一つも冗談を含めたつもりはないですが、何か冗談に聞こえるものがありましたか？全部冗談にしか聞こえないわよ。両親に毎月20万円のお小遣いをあげろって？アホすぎる冗談はよして。アホでも冗談でもないですけど、私はずっとそうしてきましたから、これからはあなたたち夫婦の役目ですよ。何言ってんの？あんたの両親は地主か何かでしょ？働かなくてもお金が入ってくるんだよね。誰がそんなこと言いましたか？少なくとも私はそんなこと一言も言ってませんが。え？でもそうでしょ？だって働いてないじゃない。働いてないニートなだけですよ。その家でニートだったのは私じゃなくて両親です。仕方なく私が養ってました。はあ？本気で言ってるの？信じてもらわなくてもいいですけど、事実は同居したらすぐにわかりますよ。両親も稼ぎがいいはずの兄が入居してくるって聞いて、安心して入居を許可したんだと思いますけど。え？嘘でしょ？さすがに毎月20万円は多すぎよ！何にそんなに使ってるわけ？二人ともパチンコが大好きで。たまに稼いで帰ってくるんですけど、明らかに出費の方が多いんで負けてるんでしょうね。そんなことのためにお小遣い？やめろって言ってもやめてくれないんです。私もそろそろ愛想を尽かしてきた頃だったので、
代わりに兄夫婦が入居してくれて感謝してます。そんなこと聞いてないんだけど。さすがの夫でもそんなお金が出せるかどうか。兄もパチンコに通ってると思うんで大変でしょうね。噂では今また仕事クビになってパチンコ通いしてるそうですよ。これから大丈夫ですか？え？どういうこと？まさか知らないわけじゃないですよね。兄はうちの兄弟の中で唯一両親に似てしまいパチンコ依存症なんですよ。パチンコのために何度も仕事をサボっちゃって、その度にクビになるのを繰り返してるんです。はあ？そんなの聞いてないんだけど。へえ、隠してるんですかね。そこは夫婦間の問題なので私は知りませんが。そんなはずないわよ。今だってしっかり仕事してるって言ってたし。ならいいんですけど、仕事してるはずの時間に公園をうろついていたっていう近所の目撃情報が事実じゃないといいですね。はあ、嘘だよね。すべて事実ですよ。だから実家に移り住むことを兄が知ったら絶叫すると思います。兄は実家を勝手に捨てて出て行った人なので。実家を捨てた？パチンコ依存症を克服しようとして私のことを実家に置いて出て行ったんです。両親のこと養うのはお前だってね。だから私が必死に働いて家計を回していたんですよ。何よそれ。まさか私かなりまずいことした？そういうことかもしれませんね。非常識な夫婦同士助け合って生きればいいのでは。私はやっと自由になれて嬉しいです。ちょっと待って、一旦落ち着いて話し合いましょう。今すぐ帰ってきて。無理です。私もう海外にいるので日本には当分戻りません。はあ？在宅ワークなんでどこからでも仕事できるから。家もなくなったし海外勤務の弟と一緒に住みます。弟？あんたたち兄弟でしょ？薄情すぎるわよ。そんな勝手に話を進めないで。勝手なことをしたのはそちらですよね。それは…わかった。謝るから戻ってきて。実の兄を助けるつもりで。私も弟も兄には高卒なのを散々馬鹿にされているので助ける気はないですよ。家の金全部使っていった大学を卒業した兄ですから、しっかり働かせて稼がせてください。そんな、どうしよう。こんなの計算外よ。私も自分の部屋を勝手に乗っ取られたのはかなり予想外でした。勝手なことをするからこうなるんですよ。それじゃあこれから実家での生活頑張ってください。その後、すべてを知った茜さんの旦那さんは茜さんに大激怒だったのだとか。逃げ出した実家に想定外の方法で連れ戻され、夫婦ともども泣く泣く働きに出ることになったそうです。思わぬタイミングで実家を出られることになったマヤさんは、弟さんと海外で久々の再会を果たし、以前よりも日々の笑顔が増えたみたいですよ。ニートをバカにしていたくせに、実際には本物のニートだった茜さんは、これを機に同じニートの夫と本気で仕事を見つけることになり、やっと自分の立場を自覚できたみたいですね。